皆さんこんにちは、神木です。今回はこちらのバーンスターの作り方をご紹介します。クリスマスのツリーの飾りや、あとハロウィン柄で作っても可愛いと思います。材料です。折り紙が2枚、ハサミ、あとボンドや糊などの接着するものをご用意ください。それでは作り方です。まず四角に半分に折ります。左の端を上に合わせて折ります。この時真ん中だけに印をつけるようにしっかりと折り目をつけてください。戻します。次に反対側はこの上の1枚だけでいいので同じように折って、真ん中だけに印をつけるようにして折ります。そしてこの折り筋が交わったここの点に合わせて右下の角を折ります。次にこの部分を縁と縁を合わせて折ります。次に下の縁をここの斜めの縁に合わせて折ります。裏返します。左の縁を右の縁に合わせて折ります。次に一番手前の紙の縁でまとめて切ります。広げると五角形の形が切り出せます。裏返します。次にこの端をここの真ん中の線に合わせて折るんですけども、この時にここの折り筋のところまでを折るようにします。端を中心に合わせたらここに折り筋があるので、ここからここまでを折るようにします。でこちら側も同様に縁を真ん中に合わせたら、ここの角からここの折り筋のところまでを折るようにします。で折ったところを戻します。同様に他の4箇所も折っていきます。この作品なんですけど、考えたのは2年ぐらい前で、ずっと寝かせてありました
作ってずっと自宅には飾ってたんですけど、なかなかなんかタイミングが合わなくて、ご紹介するのが、2019年になりました。ちょっと切ったり貼ったりがあるので折り紙っていうかちょっと工作っぽいんですけど、バーンスターの形が綺麗にできるので、飾りにすごくいいんじゃないかなと思います。はい、5箇所折れました。裏返します。次に、この角と中央を結ぶこの線を全部山折り、今赤い線で引いてるところを山折りに折り筋をしっかりとつけます。そしてそのままこう三角になるように畳みます。そしてめくってしっかりこうこの、まあ、青い線で引いてるところを谷折りにしたいので、こうしっかりとそれぞれの面を平らにしたら、上から見るとちょうどこんな感じで、広げると、赤いところが山折り、青い線が谷折りの今折り筋がついています。そしてこれを裏返します。そしてその次に今こう青い線で引いてあるこの部分をハサミでカットします。他の4箇所も同様です。そしたらこの今ついている折り筋で畳みます。裏返すと形を整えると、これだけでもバーンスターの形になってるかなと思います。でこちらを、もう一枚作ります。はい、次ですが、のり付けします。この黄色い部分の、まあ、端だけでいいんですけども、ここにのりをつけます。糊がこう下についてしまう、内側についてしまうとこう膨らまないので、ちょっと外側だけにつくように、100均でも売ってる先のノズルが細いボンド便利ですね。そしてもう一枚を重ねて貼り付けます。まず一箇所角を合わせて、ボンドなのでちょっと乾かないうちだったらずれても直しが可能ですね。で2枚をぴったりと重ねます。ボンド割とすぐ乾くんですけれども、ちょっとしっかり乾くまで少し置きましょう。はい、そして、ボンドが乾いたら、これをちょっと今平面なので、ここの
内側のこの角を指を当ててこう 内側へこうちょっと押すようにしたらこうグッとなりますので形を整えます。これで立体の感じが出ましたね。はい、これで出来上がりです。紐をつける場合はこの貼り合わせる前にあらかじめ紐を片方につけておいてください。ご視聴ありがとうございました。それでは次回まで、さようなら。右の端